はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。お茶の水校社長の松本です。はい、今日はですね、ちょっと新たに YouTube 刷新しまして、はい、素晴らしいね、プロの方がプロの、はい、ついに YouTube 専門でついていただくスタッフの方が入りまして、ね、今までどうやってたんだっていう適当思いつきで適当よくない。はい、真面目にやっていこうと、はい、ね、10万人目指してね、ちょっとやっていきたいんですけれども、はい、実はね、アマソラクリニックチャンネルとね、同じあのね、会社さんにお願いしてるんですけれども、今回ね、毎回ネタをね、くれるんですよ。まあこれね、伸びるんじゃないっていうね、はい、今回のネタは何でしょうか。はい、偏差値40代の人がもし医学部に入るんだったらどんぐらいの時間を使わなきゃいけないのかと、ここぐらいだったら入れるよねっていう基準、大学の基準を教えていただきたいと思います。偏差値40が医学部に受かるのか。はい、なんかキャッチで YouTube 化っていいですね。そうですね真面目に考えてみましょうかね。真面目に考えましょうか。まあ実際偏差値40の生徒いますっていうね。あ、まあいますよね、実際、ね、実際に入いるんですよ。はい、実際その子たちも、まあ言うなれば実際受かった子もいるし、これから受からせていかなきゃいけない子もいるんで、うん、まあぶっちゃけ不可能じゃないですよね、うん、まあ全然不可能ではないです、もちろん。はい、じゃあどうやってやっていけば具体的にいいのかというと、まずは、まあ偏差値を上げなきゃいけないですからね少なくともどんぐらいですかね。まあつっても65ねえと勝負になんねえなっていうところなんですよね。やっぱりあの模試の偏差値通りにはいかない勝負だっていうのはあるじゃないですか。なるほど。もちろん70あっても落ちる子もいるし、60ぐらいしかなかったのに受かる子もいるっていう考え方からすると、はい、まあでも65ぐらいはやっぱり欲しいですね。少なくとも欲しい。そうですね、うん、やっぱ確実に受かりたいですからね。25上げなきゃいけないですよ。実際俺多分まあ25以上上げてるっすよ、はい、多分偏差値余裕で50割ってたんで、そっからまあ実際千葉井だと、まあ、68ぐらいまで上げてるんで、まあ20以上絶対上げてると思うんですけど、まあ1年半超センスあって、いやー、まあ、超センスあれば。まあ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 、超センスある。しかも俺、渋谷幕張ですからね。そうなんですよね。そう。前提として、そう、なんかやっぱ、ビエギャル的なズルできるじゃないですか。うん、あの、ビエギャルとかも、あの子ね、全然って科目2科目やし、もともと英語喋れるみたいな前提でしたもんね。うちのビリオジだって、全然ビリやないやんっていう話じゃないですか。何がビリなんだって。東海兄弟だもんって。スーパーエリートじゃねえかっていう。なるほど。そこの詐欺感でビリなんですね。そうだ。だから、のまあその生粋の40の人と、うん、まあ隠れ40みたいな生粋の 40の高校じゃないといけないですよね。あ、そうですね。高校の偏差値大事だと思う。高校の偏差値40けど、それ受かった人いるっすよ。だって前動画出てもらいましたもん。東海大浦安の、はいはいはい、方で帝京受かった方、うん、前ね動画帝京だったかな、ちょっと間違えた、うん、あのどっか受かった方いたんですけど、いや本当にそれって40から受かってるじゃないですか。東海大浦安ってそんなもんですよね。40より上かな。40よりは上ですか。上かな、うん、要は普通医学部受かんないだろっていうか、まあなんなら大学進学怪しいだろみたいな高校から医学部来ることってマジであるっすよね、うん、はい。だから、不可能じゃないんですけど、どれくらい勉強すればいいですかね。まあ一日の半分以上は勉強してなきゃダメかなっていうのは、やっぱ思いますよね。なるほどね。12時間以上は、少なくとも。少なくとも。はい。うん、最低、っていうか多分それじゃ足りないぐらいですよね。まあもちろん、まあ偏差値40の人の状況、それこそ高校1年生なのか、それとももう大学生なのか社会人なのかっていうので、1日12時間使えないよって物理的にって人もいるとは思うんですけど、まあそしたらその分、鳴らせばいいというか、はい、その分期間は長くかかっちゃうよってだけなんで、うん、1日12時間勉強を高3の間1年やったとして、うん、で高2の間で言ったら少なくとも6時間以上やってほしいですよね、うん、部活あったりとかすると思うんですね。そうっすね、うん、僕が昔見てた生徒で偏差値50ちょっとぐらいの千葉県の公立高校から、はい、高3の終わりで入塾されたんですけど、その時点で偏差値多分総合で50ちょっとぐらいなんですよ、はい、それでその子が1日15、6時間、まあ1週間100時間ひたすらずっと達成で1年で時期いったんですよ。おお、なるほどね。それ考えて、例えばじゃあ365日、まあ、12時間やったとするじゃないですか、大体、まあ、350日として4200時間ぐらいですね、高3の間やんなきゃいけないと。まあ、高2でその半分やったとして2100時間。合計6300時間ぐらいは、まあ、やらないと、まあ、絶対無理ですね。そうですね。まあ、まず無理っす
ですね。そもそも偏差値40の高校だったとしたら偏差値50で平均ってことじゃないですか、はい、ってことは平均より偏差値10下の学校に入ってる時点で多分中学校の範囲あんまりはできてないところ結構あるじゃないですか。そうですね。だからまず波の高校生になる、偏差値50になるって波の高校生になるってことだと思うんで、はい、その分の時間もまた加算されると思うんですね。そうですね。偏差値50の高校の人がじゃあ6300時間かかるとしたら、偏差値40の人は多分かけ 1.2 か1.5 ぐらいかけるんで、そうすると約9000時間から1万時間。1万時間ぐらい?1万時間ですね。偏差値40だったら、要は偏差値50のとこで6300時間。で、偏差値40だったら 1.5 掛けで6300×1.5 約1万。で、逆に偏差値60以上の高校だったら、ちょっと 0.5 は掛けるのちょっと大げさなんで、0.8 掛けぐらいですか、うん、出してもいいですよね、うんうん、だから6300もいらなくて5000時間とか、うん、どっか入れそうですよね。まあ入ればするでしょうね。ですよね、うん、だからもちろんね、これ勉強効率とかももちろん加味しての、まあ、係数なんで、うん、要するに50下回れば下回るほど、まあ言うなればおバカなんですよね。ちょっと失礼な話ね。で、まあまず履修も進んでないわ、理解度も低いと、うん、だから50の高校に比べたら多分 1.5 倍かかると思うんですよ。いや、まあかかると思いますよね、うん、だって40か50のところに入るところまでの時間が要は必要なわけですから。そうですね。だから 1.5 掛け、うん、で偏差値60まで上がったら、まあ、0.8 掛けしてもいいかもしれないぐらいですか、うん、センスよくて5000時間ぐらい、はい、悪けりゃその倍ぐらいはかかる見込みがあるぞと。ゾッとしますね。1万時間って平均に言ってますけど、何日これ半分をね、ほぼ勉強に費やしてるような12時間だとしたらね、時間帯ですから、もうだから170日以上、200日、250日ぐらいを寝ずに勉強してる設定ですよね。例えばね、卓研っていう試験なんですけど、目安の勉強時間が確か300時間なんですよ。はいはい。卓研何個取れんの？卓研みたいな資格を33個取れる時間。履歴書に33個宅建並みの資格をかける。そうですね。それぐらいの努力を要するけど、それでもやるのかっていう、そこの意志の強さの問題も。いや、これちょっと調べたら出てくるのかな。医学部受験勉強時間とか、あ、すごい、すごい、5000時間以上って書いてある。ちょっと待って待って、ググらず撮ってたけど本当に書いてある。あ、すごい。はあ、けど俺らの読み結構めっちゃすごくないですか。はい、謎サイトですけど、あ、5000時間って書いてますね。いやー、だったら偏差値読んだったら1万時間でいいでしょうね。そうですね、1万時間。まあ1万時間のなんか法則みたいな、なんか僕話聞いたことあるんですけど、まあ大体何かを身につけるのに1万時間ぐらい費やせば身につくみたいな言われるんですよね。言ってますね。それ、どんなスポーツでもってことですよね。要するに、まあ要は何でも上級者になるのに必要な時間ですよね、うんうん、だからまあ言っちゃえば医学部って受験勉強の最上級というか、はい、大学受験の最高峰なんで、まあ1万時間妥当っちゃ妥当なのかな。それぐらいは絶対かかるって感じですよね。今のって高3で12時間っていう設定なんで、まあぶっちゃけ例えば浪人生だったらそれ以上できますよね、うん、そしたら負けるっていうことですよね、うん、結構ね。そうですね。中にはまあ5000時間切ってるよって人もいるとは思うんですけど、ただそういう子って結局中学校受験の時に小学校の時もう死ぬほど勉強して、そこでもうある程度財産作ってるわけですよね。まあセンス磨いちゃってますからね、うん、だから結局その幼少期の教育である程度やっぱ計算能力とか国語力っていうのが、まあめちゃめちゃこうね差がついちゃうんで、まあ本当はね、ここにあるゴルフもそうですけど、結局もう2歳からクラブ握ってるやつと高校生から始めてるやつ全然話違うんですよ。いや、全然違いますよ ね。バスケとかもそうですね。いや、もう全然違いますよ。全然違いますよね。もう高校から入ってきたやつがやっぱいたんですけど、はい、まあ無理っすよ。ただそのバスケだと結構あれなんですよね、あのアメリカの NBA とか、それこそあのアフリカ系の人とか、チート系いきなり入ってきてね、チート系いるんですよ。大学からバスケやりました、うっすみたいな感じでいきなりプロ行っちゃうみたいな。はいはいはい、はい、何やねんお前みたいな。まあとりあえずあんなのね、適当にどんどんやってダンクシュートすりゃいいだけですからね。フィジカルゲーなんで結構あからそういうのありますけど、けど勉強にね、さすがにフィジカルはないというか、脳みそアフリカ系とかないじゃないですか。いきなりだから、それでもし天才児がいたとしたら、算数学だけやってましたみたいな人が、はい、いきなりこうね、他の科目もやって全部めちゃめちゃあっという間に習得しちゃうみたいな。
だから勉強のプロですからね、それね、うん、だから生まれ持ったそういう人がいたら別ですけど、これ別にね、そういう人対象にしてるわけじゃないんで。そうですね。じゃあ何代狙わせるかっていう話ですよね。もうだから3科目の提供あたりか、うん、金でぶん殴るもうそのあの学校しかないじゃん。金でぶん殴れる ね大学が結構、まあ川崎さん、岩手さん、金沢さん、まあそういうところね、あるじゃないですか。あります、あります。そういうところに行くっけないですね。そうっすね、まあ入りやすいは入りやすいんですけど、まあだからまあ別問題が発生するんだよな。5000時間5000万円っていう、まさかのこれ合ってます。そうですね、まあ、もしかしたら1万時間と1億円の可能性すら。そう、川崎さんですか川崎医科大学さんですか。まあ、あのね、塾の費用とかにもろもろ。まあ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 、まあ、そうですね。だから、まあ実際問題、まあ、これ言っちゃうと、指導効率とか関係ないんですかみたいな話になるんですけど、ぶっちゃけ絶対物量ですよね、ベース。物量を上回れないですね。結局、質上げたところで、物量になんか 1.1 とか 1.2 の掛け算が入るぐらいじゃないですか、イメージは。まあ、むしろ 0.9 とかですね。そうですね。時間が減るような形で。質が悪いと、結局、ね、0.8、0.9 掛けになっちゃうし、どんだけ質良くても 1.5 倍にはならないじゃないですか。はい、なんですね。1.1、1.2 になれば万々歳で。まあ、ほぼほぼ結局暗記なんで、だその暗記をするためには、多分文章を読むっていう時間が絶対必要になるから、で、反復するっていう時間があるので、どう考えてもスキップできない時間っていうのがありますよね。そうですね。ということでですね、まあ、偏差値40の人がどうしたら医学部に入れるのかと。もう裏技ないじゃないですか。まあ、1万時間はでも、見込みとして持った方がいいかなと思います。やっぱ偏差値40なら。まあ、40の高校っていう設定なんでね。はい。だから、まあ、その1万時間を、要するに逆算してどう振っていくかみたいなゲームになってくるんで、結局絶対かかる。まあ、想定で、じゃあ12時間をこう振ってってね、1年かかったら、まあ、4700ぐらいですか ?4200 時間。で、残り、じゃあ5800時間を、まあ、こう振っていくわけですね。で、4200、4200、2100で、まあ、いけるわけじゃないですか、大体ね。だから、じゃあ2年半か、みたいな感じでやったらいいんですけど、2年半12時間勉強しなきゃいけないですからね。つれえ。1日もほぼ休まないぐらい計算。いやー、1日もね、休めないですよ。休んだ瞬間に12時間が、1個減っちゃいますから。そうですね。はい。2年半、もうガチ勉ぐらいの、まあ、気持ちで。っていうか、みんなやってるよっていうことですね。それをただ薄く中1から引き伸ばしてるだけで、まあ、ただただその時間をクリアした。あるいは、さらに、偏差値もともと中学受験時点で65とかあるやつが、1万時間やっちゃうから、理算とかいっちゃうわけですよね。そりゃあ、いきますよっていうね。そりゃそうっすよね。偏差値40の高校の時点で、今までちょっと勉強サボってたでしょうから、はい、もうその分をね、こっから取り返せよってだけなんで、はい、自分で作った借金自分で今から返済しろっていう話ですね、まず。ほんとっすね。はい。ということでね、答え出ました。はい。偏差値40の人は、1万時間やってください。はい。プラス5000万です。1万時間やって5000万かかるって。やばいっすね。そうっすね。これもはや5000万を1万時間で割って時給出してあげた方がいいかもしれないですね。だそうか、時給計算してもやる気出るかもしれないの。お金ないんですって方は国立狙うしかないんですけど、国立ってなるとね、また科目も増えるんで。いやそうですね。最低レベルの医学部に入るっていうね、前提ですからね。そうですね。はい。でもまあ、国立も狙いによっては共通テストの。まあ、科目さえクリアできれば二次試験 A 数だけとかっていう大学もね、いくつかあるんで、弘前だったりとか、秋田だったりとか、徳島だったりとか、まあ、そういったところを狙うとなると、まあ、ただ、共通テストの対策もね、それはそれで時間いりますからね。そうですね。うん、だから今ね、5000万1万時間で割ったら5000円って出たんですよ。うん、つまり、親御さんは時給5000円で働かないと、時給5000円で働き続ける。そうですね。そういう計算ですよね。そうっすね、だからその子がだって勉強して受かった先には5000万かかるわけじゃないですか。だから親御さんの準備としては同じスピードで5000円ずつ時給稼いで12時間働かなきゃ学費が納入できないっていう。で生活もあるんで5000円以上ね、じゃないと貯蓄があってもまあ時給5000円ペースぐらいは目安にした方がいいですね。うん、減っていく計算ですからね。そうですね、間違いない。これやばくないですか。よく考えるとやばいですよね。だからつまり5000円以上の時給の親御さんじゃないと無理ってことですよ。しかも忘れてますけど、これ独学想定ですよ。そうですね。独学想定ですよ。塾費用何も入ってないです。今5000万でちょっと手加減しましたからね。だって1億かかる可能性ありますから。そうです、ね。そうすると時給1万円ってことになるんで、医者の子しか無理やんっていう。いや、医者の子か経営者以外無理やん。
実際そうなんですかね、うん、ということでね、かなり条件絞られましたけども、親御さんの時給が1万円以上で1万時間勉強できる方が40からでも2年半後ぐらいに入れる計算になると、受かってもいけないっていう事態はこれで防げましたんで、うん、はい、非常に分かりやすい指標ができました、はい、もし該当する方でそれでも頑張るっていう方いればお問い合わせいただければと思います。そうですね、よろしくお願いします。2年半をどれくらいに縮められますか、うちだったら。2年でなんとかしますけど、12時間じゃ済まないですよ。確かにね、時間は変わらない当たり前ですけど、2.5 が2になってるわけでね、4分の5倍やんなきゃいけないということでございますね。ということで1日16時間勉強、まあ、はい、週100時間というかね、うちでいつも言ってるんでね、はい、ということで頑張りましょう、はい、皆さん医学部受験にお困りの方はメディケイトの公式 LINE にお問い合わせください。